はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日はですね、映画を見に行ってきましたので、ちょっとご報告ということで、映画見に行ってきたといってもね、サンダーバード55という映画を見てきましたと、ね、私ね、ちょっと勘違いをしていた部分があるのかもしれないですけども、このサンダーバード55って映画は、ドラマレコードですかね、音声のみのドラマということで、レコード版だったものに、人形劇を後から付け足したというようなね、そういった作品なんですけども、それが30分ものが3話あって、それをまとめたものっていうもんですからね、それを1本の映画にまとめたのかなっていうね、編集して、映画っぽくしたものかなと思ってたんですけども、なんかそういうもんじゃなかったですね。30分もの、はい、30分もの、はい、30分ものっていう感じで、このもう連続して、エピソードを3つ並べて見るだけっていう、なんかそういったものでした。あれをどうつなぎようがないもんなみたいな作品だったもんですからね。なんか思ってたのとは全く違いましたけど、サンダーバードの映画ということでね、なんか中にはお子さんと一緒に見に行こうかなんて方もいらっしゃるかもしれないですけども、お子さんには全く勧められない作品ですね。昔のファンが見に行って、ああ懐かしいなとかね、そういうものですよ。これからね、サンダーバードとは何ぞやとかいうことを知ろうなんていう人が見に行くような映画じゃなかったという、それだけは言っておきます。はい、本当にね、昔ながらのファンの人はすごい楽しめるとは思うんですけども、サンダーバードにそんな興味がないような人がね、見に行ったところで、なんだこの話はみたいな、そんなようなね、難しいものだと思います。私もサンダーバードの映画といいますと、一番最初の 0X 号が出てきたものから、サンダーバード6号、うちの親が、ね、連れてってくれたもんですから、私も劇場版の「サンダーバード」というのはちゃんとしてね、映画館で2作品見てて、やはり最後のね、「サンダーバード」の映画をテレビで映画でやるっていうんですから、やっぱり全部見とこうということで、今回ね、映画館まで行ってきましたけども、映画のクオリティでは全くないです。普通のテレビドラマのクオリティでもない。本当にお祭り用のイベント用に作った映像っていうのが、正しい評価かなというところですね。ですからね、劇場版映画を見に行くっていう感覚で行くと、もう何ですかこれはっていうね、もう本当に不安以外の人だったらみんな怒っちゃうんじゃないかなっていうのはものですよ。本当に0X 号とかサンダーバード6号っていうのは、本当に劇場で見せるってことを目的とした人形劇と違って、今回は本当にテレビとかね、本当にご家庭で見るためとか、本当にイベント会場でファンを集めてね、お祭り騒ぎの時に上映するようなちょっとしたものですので、アングル的にも全てにおいて劇場を意識したものではないということですよね。特に、サンダーバード6号なんていう作品は、もう映画館ならではのスケールで、見せようという努力がすごいしてる人形劇なんですよ。本当に人形劇とは思えないぐらいの空間の広がりとかが再現されてまして、0X 号もそうですよね。映画館で見て楽しめるという、映画館向けの作品っていうね、テレビとは違うよ、ね、テレビで放映してたものとはもう全然画角も違うし、もう見せ方がね、アングルが違うというか、もう本当に全く別物みたいな感じで撮ってるのとは違って、今回はね、本当にテレビシリーズの、本当にテレビでやってたところの、そんな大したシーンもないようなところをやってるっていうような感じですかね。これは劇場でね、見に行った人だけもらえるポストカードなんですけどね、3枚もらいまして、2号と1号と、5号と3号ということでね、なぜか4号だけがね、お味噌扱いされてるという、ちょっと、なんかかわいそうだなって感じ、4号がかわいそうだなっていうようなポストカードですね。いや、なんだったら4枚入れてね、4号入れてほしかったなっていう、ちょっと中途半端感が歪めないというか、そういってなんかね、映画館見た人だけにプラモデルをね、あげますよなんちゅう、なんかパスワードが移っちゃったかな、ものなんですけども、こういったものがあってね、どんなプラモデルがもらえるのかなって、もらえるっていうかね、購入の権利ですかね、5500円で、またクリアかよっていう。
クリア、ブルーの、ブルー、グリーンのクリアパーツのサンダーバード2号ですね。それには、まあ、ペネロープ号と4号と、まあ、あの、同スケールの1号が入ってるっていうね、おーっと思った。ちょっとね、5500円で買っちゃおうかなと思ったんですけども、またクリアの2号が増えるのは勘弁だなと、ノーマルな色がいいやっていうところ、はい、そんなところで、映画の感想としてはですね、まあ、不安の人だったら見て損はないと思いますけども、まあ不安でもない方でねは、あの、まあ、そのうち動画とか配信されるでしょうから、それ待った方がいいかなって感じがしますね。うん、私は本当にねサンダーバード大好きですから、まあ劇場版もね全部映画館で見てるということで今回は見に来ましたっていうね。スターウォーズシリーズも全部映画館で見てますし、うん、サンダーバードもこれでね最後まで映画館で見れたなっていうね、まあ、実写版とかもねちゃんと見に行ってはいますけどね、はい、ということでサンダーバード今日はまあなかなかね懐かしいなっていうところで良かったです。やはりでもあの大スクリーンでクリアな画面であの人形の顔のアップっていうのはね結構きついものがありますね。やっぱりこう家庭サイズが一番かなって思います。はい、うん、まあ、劇場用に作られたものではないというのがね、うん、で今回のあのパッケージ、あのポスターですね、大原邦夫さんが書いてるんですね、まあ、今頃気がついたというかね、あのプラモデルのパッケージはそれを使って大原邦夫さんの書いたっていうようなね、岡田邦夫さんとサンダーバードって何の関係があるんだろうと思ったら全くないらしいんで、やっぱりこれね、樋口真嗣さんもあのイベント用にね盛り上げるためになんかいろいろと苦労したんだろうっていうところがありますね。なんかね、うん、見せるためにね樋口さん引っ張り出されたり、人がいい良さそうですからね、あのおじさんねもう本当に映画監督とかあのなんか編集したなんて言ってるけど、全然編集したシーンはですね、あの画面と画面のつなぎ目ぐらいにちょこちょこっとちょっとした映像がね、まあ、なんですかね、サンダーバードの映像を継ぎはぎして謎の円盤 UFO のパロディをやってるようなところをちょこっと作ったぐらいとか、うん、まあ、あのちょっとしたかっこいい、ね、文字を書き文字を付け足してメカの紹介したりとか、ああいったところを樋口さん作ったんだろうなと思いますね。本編は全くいじってないと思います、まあ、イギリスで放映してたものをポンポンポンと3つつないで、そのつなぎとつなぎのちょっとした間に樋口さんの作った映像を流してるっていうね、うん、あってもなくてもいいやっていう感じでした。そしておまけに人形劇がね1個ついてましたけども、まあ、あれは見なくてもいいかなってなんか何だかよくわかんない宇宙物がついてましたけどね、なんかもう眠さとの戦い、やっぱりね、あの映像作品というのは若いうちですね、やはりね50代後半とかになってきますと映画館のあの独特の雰囲気が眠い、とにかく眠いやっぱり映像が面白くなかったのかもあるせいかもあるかもしれないんですけども、とにかくね最近も映画館に行くともうちょっと苦痛って苦痛になってきたら、あんなに好きだった映画がねもう今やもう眠気との戦いになってしまってという、まあ家でねビデオとか見てて、ビデオっていうか動画の配信とかをねプロジェクターでね、まあ、あの映画鑑賞するんですけども、だいたい途中で寝落ちしてしまって、もう3回ぐらいに切り張りして見てるような状態ですよね。本当になんかもうやっぱり年を取るっちゃこういうことなのかなっていうまああの、まあ、それっていうのもねこういったものを作るのもなかなかね小さいものはねしんどくなってきましたわ、ね、これもあのねちょっと色塗りながら作ろうかなと思ったんですけども、もうそんなこと考えたらいつまでたっても完成しないので、もう接着できるとかは全部ねパンパンパンと接着しちゃって、もうあとはサーフェイサー吹いてからどうやって色塗ろうかって考えるっていうね、細かいところとか裏とかはねもう 見ないことでしょう。しかももう肉眼じゃね、どうせこんだけ小さいものになってしまうとよくわかんないからね、もういいやって感じで、まあ、あの色塗った時にどうなるか乞うご期待でございます。まあシャカシャカって色塗ってウェザリングでごまかしちゃえばなんとかなるかなって気もしないでもないもんですからね。はい、そんなところで今日はねサンダーバード見てきましたよ、見てきましたよってこれはあの、2、3年前にやってた CG のサンダーバードですか。一応ねトミカも買ってみて、いやこれねもうちょっとギミックつけてくれてよかったのにね、トミーさんもねコンテナが取れるぐらい
遊び心をちょっとつけてほしかったんですけども、造形は結構ね、もう劇中そっくりといって、角部分も箱に入れるためだけに羽が折りたためたりするんですけど、箱に入れるため、違うのかな、こういうギミックのついた飛行機なのかどうか分からないですけども、ちゃんと見てないもんですからね、なんかね、救助行ってる途中で違うものに目が移っちゃうと、救助そっちのけで、なんかどうでもいいことを優先してしまう、なんかね、ジェフ・トレーシーが行方不明になってて、お父さんが失踪の謎が、なんか、救助の途中でそういったものがポロッと出てくると、救助優先しないで、そっちの方を優先しちゃうというね、まあ、自分のお父さんのことだからしょうがないとはいえ、ちょっとそういうシーンがね、すごく目につくなんか作品だったもんですから、なんかすごく嫌だったです。人命救助をちゃんとした後でやってくれよっていう感じでね、なんか変なところでハラハラさせるところがちょっと嫌だったので、あんまり気合入れて見てないですけど、はい、そんなところで今日はサンダーバード、はい、ありがとうございました。失礼します。